J-8J-8 は中華人民共和国の戦闘機。NATO コードネームはフィンバック A。ミグ -21 を国産した戦闘機である J-7 の拡大発展型で、新洋の第601航空機設計所によって設計、新洋航空省によって製造された。機体を拡大することで総発化し、搭載機関砲を 30mm に変更。 さらに搭載機器の近代化などが図られ、一線級の全天候戦闘機を目指して開発が進められた。J-7 をそのまま大型化して、エンジンを一気増やしただけの機体外形でありながら、開発段階で基礎的技術力の不足が顕在化し、搭載する電子機器の開発遅延もあって、計画は大幅に遅れた。配備時点ですでに旧式化しており、 全天候性能すら有していなかった。そのため、近代化と大幅な解説系が行われた。前者が1981年に初飛行した近代化型の J-8i であり、後者が J-82 である。J-8 開発中も継続された J-7 の性能向上と J-82 の完成により、生産は少数に止まり、 1987年に打ち切られた。生産された少数の J-8 は近代化型の J-8E に回収され、さらに一部が偵察型の JZ-8 に回収されている。J-8E は2007年には退役の方針が打ち出されていたが、2011年に至り退役した。ミグ -21 を戦撃7型として生産にこぎつけた。 中国であったが、それ以降の戦闘機については、旧ソ連との関係悪化から、自国で独自開発しなければならなくなった。こうして作られたのが戦撃8型で、1964年5月に戦撃7型を元にした高高度、高速戦闘機研究が提示され、5月17日に開発作業が指示された。その戦撃8型の目標能力は、などであった。 実際の作業着手は1965年9月で、1969年7月5日には試作機が初飛行している。ただこの試作機による飛行試験では、超音速飛行時の振動、機体外反の温度上昇、エンジンの空中停止など多くの問題点が明らかになった。さらに文化大革命の影響もあって、開発作業は大幅に停滞することとなった。 それらを乗り越えて1980年5月に生産型戦撃8型 I が完成したものの6月25日の地上走行試験でエンジン火災を起こし戦撃8型 I の初飛行は遅れて1981年4月24日に進むぞらしたただこの時点でも搭載電子機器の開発は遅れておりレーダーなどすべて完成したのは1984年11月の ことだったという。このレーダーは中国が独自開発した SR-4 である。J-8i と J-82。ありがとうございます。